焼きで遭遇しましたけども。あ、そうですか、はい、食を楽しんでそこから来るみたいな。なるほど、はい、さあ両チームのメンバーがピッチに登場いたしました。西村主審の笛が鳴りました。まず中谷は前方長井にボールを当てに行きます。米本のヘディングです。カット長井、もう一回長井、さあマテウスが右スプリントしてます。森下も上がった、打ってきました長井、名古屋らしく手数をかけずに鋭く攻め切ってきました。狙ってくることもありますよこの角度でもね。さあマテウス落とした、ナイスキーパー、しのぎました西川。まず最初はこれ、はい、よく弾きました、うまい。この10番の左足のキック、名古屋の武器です。サインプレー、稲垣右足ダイレクト、ヘディングシュート、ナイスキーパー、また西川、そしてもう1回西川。サインプレーからの決定機、名古屋、まあ、パターン的にはよくある形だとは思いますけど、この後の反応が良かったですね、はい、内田ですかね。そうですね、はい、それこそ彼もやっぱり日本人の選手ではないと思いますからね、はい、お胸トラップで前、永井が自分のスピードを生かした、酒井がついた、スライディングした酒井、永井のシュートは右です。また中谷と興梠のマッチアップ、米本が頭で前に出した、チャンス、マテウス、マテウス、うわ決定機、さあ手前に入れてきた、際どい球、フリック、あーユーカーがいた、西川出ます、入れ替わった、サイドではなかったですしね。うまかったですよね、出方が、はい、マテウス直接、うもう一回で、もう一回右コーナー、これ自分で決めに行ったイメージ。そうです。ファイナルホイッスル、2位と3位の上位対決、決着つかず。